悟空よ、聞こえるか悟空。あれ、お前一体そこはもしかして宇宙か。そうか、ナメック星じゃな。ドラゴンボールが見つかるといいの。なんだよ、何にも知らなかったのか。ナメック星じゃとんでもねえことが起こってんだぞ。とんでもないこと？ここに客が来よったんじゃよ。まさか。よう、聞こえるか悟空。あの世で死んだ神様に会ってさ、ここのことを教えてもらったってわけだ。4人って言ったな。イヤムチャと天津飯、ひょっとしてピッコロもいるんか。ふん、てめえだけ強くなっていくのはこの俺様のプライドが許さないからだ。あと一人はなんとチャオズさ。神様が特別に体を再生してくださったらしい。すげえ、よかったな。ほらも今ナメック星に向かってんだけど、100倍の重力を出せるように宇宙船を改造してもらって修行を始めてんだ。あと5日半でうんと強くなんねえとえれえことになっちまうからな。そういえばさっきも言っておったな、話してみろ。何？悟空でさえ手に負えなかったベジータを上回る奴がいるっていうのか。まさかそいつはフリーザでは。さあ、そいつは聞いてねえけど、海王様は知ってんか。悟空よ、もしそうなら絶対そいつには手を出すんじゃないぞ。奴の怒りを買えばとんでもないことが起こる。お前のためだけに言っておるのではないぞ。地球やナメック星、その他の星のみんなのために言っておるのだ。そんなにすげえやつなんか。ちょっと見てみてえな。絶対に近寄るんじゃないぞ。わかったか。長老ってやつはいるか。この俺がドラゴンボールをもらいに来てやった。ベジータの暗躍、ドラゴンボール争奪戦。クリリンさん、これは木が次々と減っていく。またナメック星人が殺されている。殺しているのは俺たちがよく知っている木だ。ベジータ。ベジータとあのフリーザって野郎のどっちが永遠の命を手に入れてもこの世はおしまいだ。一つのドラゴンボールを私たちが見つけて隠してしまえば、あいつらは絶対に揃えられないんだけど。そんなことをしたらあいつら全てのナメック星人を殺すまで探し続ける。そんな あなたたちのことを教えてください。どこから来たのか、なぜドラゴンボールのことを知っているのか、星のみんなを助けてください。俺たちは そういうことだったんですか。やっとあなたたちの謎が解けました。僕についてきてください。最長老のところへ案内します。え、最長老？どうしてその最長老のところへ行くんだ。僕たちの村を襲った奴たちはドラゴンボールをすでに4つ持っていた。それからあなたたち、今あっちの方向で人がたくさん殺されているって言ったでしょう。ああ、多分ベジータってやつに。
もう一つも木が残ってない。全滅させられたんだ。だとしたら、この星にはもうほとんどナメック星人は残っていない。そうか。ベジータの襲った村のドラゴンボールも見つけられたとしたら、残りはたった一個。ひょっとしてその一個を持っているのが最長老さんか。はい。いかん。ベジータが最長老のところに行き着いたら、7個目のドラゴンボールも奪われてしまう。早く最長老に知らせてあげないと。俺がついていく。ご飯とブルマさんはここで待っててくれ。たくさんで行っても意味がない。わかりました。気をつけて。こいつがドラゴンボールに間違いあるまい。さてと、こいここに沈めておけば、誰にもこのドラゴンボールは見つけられ、フリーザたちの持っているドラゴンボールは5個。残り、このパワーはザーボンだ、間違いない。待っていたんだ、単独で動き出すのをな。やつも仕留めて、ドドリアのようにな。今の俺ならザーボンなど敵じゃない。近いぞ。この調子でフリーザの腰巾着どもを片付ければ、ドラゴンボールを奪うチャンスは来る。スカウターさえあれば、手分けして村を探す必要などなかったものを。よう、ずいぶん久しぶりだな、ザーボンさんよ。ドドリアは俺が片付けさせてもらったぜ。次はお前さんの番だ。何？貴様がドドリアを片付けただと？なかなか帰ってこないと思ったが、信じられんな。スカウターが亡くなって、ナメック星人の村をバラバラに探し回ってるようだな。すでに集めたドラゴンボールはフリーザのところに揃っているというわけか。貴様、フリーザなんかにくれてたまるか。すでに俺も一つ手に入れているんだ。残りも必ず俺が。何？愚か、永遠の命だけでフリーザ様に勝てると思うか。俺は多くの実戦でパワーを上げたんだ。貴様は分かっている。フリーザ様の実力はそんな次元すらはるかに超越しておられる。えっ、フリーザはサイヤ人を恐れていたそうだが、そのサイヤ人パワーを今見せつけてやる。
この程度で手も足も出んとはな。驚いたな。確かに素晴らしい進歩だ。だがそのせいで貴様は長年眠らせていた私の真の力を目覚めさせてしまった。面白い冗談だ。ならばその力見せてみやがれ。言われなくても今見せてやる。圧倒的にパワーを増すこの私の変身を。とんだ誤算だったな。せっかく貴様が腕を上げたのにまた逆転してしまったぞ。ついでにもう一つ教えておいてやろう。フリーザ様も変身型の宇宙人だと言っておられた。気絶したか。まだ死んでもらっては困るぞ。貴様には聞きたいことがある。裏切り者の治療をしてやることになるとはな。意識を取り戻したらドラゴンボールのことを吐かせてやる。あれです、あの家に。あれか。ネイルさん、無事だったんですね。よく来たな、デンデ。最長老様はおおよその成り行きを知っておいでだ。二人とも中へ。最長老様がお会いになる。でかい。ようこそ。あなたは地球人ですね。まず我が子デンデを助けていただいた礼を言いたい。ありがとう。いえ、大したことはできませんでしたが。あの悪党たちのせいでもうこの星の我が子たちはほとんど殺されてしまいました。ナメック星に住む者の知恵と力の証、ドラゴンボールがまさかこのような災いを呼ぶとは。単刀直入に言いますが、そのドラゴンボールを俺に貸してもらえませんか。あいつらには絶対に渡しません。約束し、僕からもお願いします。この地球の人たちの願いが叶えば地球にも再びドラゴンボールが蘇るのです。何？地球にもドラゴンボールが？ナメック星人がいる、いたのか。はい。その昔この星の危機の時に宇宙船に乗って地球に逃れてきたとか。カタッツの子だ。驚いた。まさかあの幼子が無事たどり着けていたとは。あの子は確かにドラゴンボールを作り出せる竜族の天才児だった。そうか。しかしあの天才が死んだとは。寿命か、それとも殺されたのか。殺されました。ここに来ているベジータっていうサイヤ人に。地球のお方、ちょっとここに来ていただけるか。過去。なんと過去に悪が入り込んで体が二つに分かれておったのか。愚かな。せっかくの生まれ持った天才的な力を半減させてしまいおって。元通り一つにさえなれば死なずに済んだかもしれんのに。一つに？神様とピッコロが一つに戻れば
半減した力が戻る。よろしいでしょう。あなたたちの望みは純粋なものだし、これまでの勇気は大きく評価されるものです。このドラゴンボールはあなたたちに差し上げます。ですが、おそらく願いは叶わないでしょう。え、どうしてですか？残念ながら私の命はあと数日しか持たないでしょう。それまでにあの恐ろしい悪者からすでに集めた玉を奪えますか？おそらくとても無理でしょう。私が死んでしまえばドラゴンボールも消えてしまう。そうですか。いいです。やむを得ません。とりあえず俺はそのボールを預かって命がけで守ります。お願いします。ところで、あなたは地球人なのに飛び抜けた力をお持ちのようだ。しかももったいないことに、まだ眠っている力が終わりになる。その眠っている力を起こして差し上げましょう。まさか、そんな力なんて残ってませんよ。今でさえ、もう限界を超えてるくらいなんすよ。力が、うひゃー、力が吹き出してきた。すげー。あの、もう一人の仲間を連れてきてもいいですか？そいつ、きっととんでもない力を眠らせていると思うんです。連れてきなさい。強い正義は一人でも多い方がいい。すぐ連れてきますから。デンデ、待っててくれ。すぐにご飯を連れてここに戻ってくる。はい、お気をつけて。あるドラゴンボール反応が動き出したわ。こっちにまっすぐ向かってくるわよ。これクリリン君なのかな？きっとそうですよ。じゃあこっちの一つは？こっちの午後がフリーザってのが多分持ってて、ほらここんとこ一つだけポツンと。はっ、ベジータが村を襲っているって言ってた、その方向ですよ。でも、ベジータはそこにはいませんよ。気が感じられませんから。わかった。あいつ、村は襲ったけど、ドラゴンボールは発見できなかったのよ。そのレーダー貸してください。僕、そのドラゴンボールを取りに行きます。よし、行くぞ。ね、あのさ、ありがとうございます。この辺りだ。ひどい、村が全滅している。ドラゴンボールを探さなきゃ。あれ、うちの中じゃないの？ところにあったのかな。村の人が慌てて隠したのかもしれないな。
なんだ今の爆発は。まさか。メディカルマシンにはいないだと。己、どこに逃げよった、ベジータ。早く、早く探しなさい。あったぞ、ドラゴンボールだ。確かに5個揃ってるな。だが5個すべてを持っては逃げきれん。しかものんびり考えている時間はなさそうだ。ここに誰も近づけさせんように時間を稼ぐ。よし、今度は俺だ。まさかベジータのやつ、ドラゴンボールを狙って。ドラゴンボールが。あの野郎。なんたる醜態ですか。今すぐ徹底的にベジータを探しなさい。1時間経ってもベジータをここに連れてくることができなかったら、この私があなたを殺しますから。はい。サイヤ人というのはやはり底知れぬ戦闘力を秘めているようですね。戦闘を重ねるたびに大きく向上する。もちろん私にかなうわけありませんが、未来のことも考え、今のうちに目をつんでおかねば。スーパーサイヤ人にでもなられては厄介です。こうなったらギニュー特戦隊を呼ぶしかありませんね。あった、あったぞ。我ながら素晴らしいコントロールだ。ざまあみやがれフリーザメ、ついにやつのドラゴンボールをいただいたぞ。これで俺があの村の水に沈めたやつを入れれば、あとはたった一つで7個すべてが揃う。ん？強い戦闘力か、ザーボンか。すげえや、俺にこんなパワーが。これならすぐにご飯を迎えに行けそうだ。最長老様んとこに行けば、お前はもっともっと強くなれるんだぜ。あいつは地球人の、なぜこのナメック星に。しかも最後のドラゴンボールを持っていやがったぜ。何から何までこの俺に運が向いてきやがったぞ。くそ、ベジータめ、一体どこに。このままでは私の命はフリーザ様に。あれは、とうとう見つけたぞ、ベジータ。ん？でかい戦闘力がついてきやがる。ザーボンに見つかったらしいな。しかしいい機会だ。あの地球人のボールをいただくついでに、今度こそ片付けてやる。油断してかかるはずだ。まずはその前にあの地球人からドラゴンボールをいただいてやる。ここでザーボンのやつを仕留めてやる。クリリン君、隠れてないと危ないじゃないですか。ブルマさん、それもしかしてドラゴンボール。本場のドラゴンボールってでっかいのね。なかなか話のわかる最長老さんでしたよ。
そうだ、ブルマさん、ご飯はどこですか？あいつも最長老さんのところに連れて行きたいんだけど。もう一つのドラゴンボールを見つけに行ったわ。ベジータが襲った村のあたりでレーダーに映ったのよ。え、本当ですか？何？この木はまさか。ベジータ！意外なところであったな、地球人。しまった、強くなったのに浮かれてあいつの木に気がつかなかった。それにベジータはスカウターとかいう機械をつけてない。その大事そうに持っているドラゴンボールを見るとどうやら目的は同じらしいな。いいか、俺にはそのボールをいただく前にすることがある。だがそいつを持って逃げようなんておかしな気は起こさん方がいいぞ。え、来やがったな。ずいぶん舐めた真似をしてくれたな、ベジータ。貴様のおかげでフリーザ様の私に対する信用はガタ落ちだ。もう一度半殺しにして貴様の奪ったドラゴンボールの在りかを喋ってもらうぞ。やってみろよ。降臨やつめ。やはり油断してやがる。やりっこは確かに逃げられると思うな。随分と体力が落ちてるんじゃないか、ザーボンさんよ。あんたの死はもう近いよ。死が近いだと笑わせるんじゃない。私は貴様より戦闘力が高いんだぞ。貴様が私に勝てるわけがない。サイヤ人は戦闘種族だ。やめるなよ。バカ、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 バカだ。消え去れ。ほら、死にかけた俺を治療してしまったのはまずかったな。そうだったろう。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力をどんどんと高めることができる。そうか、そういえば悟空も激しい戦いのたびに強く。さてと、どうする？おとなしくそのボールをよこす気はないのか。こいつを渡せば おとなしくここから消えてくれるか。まあいいだろう。ドラゴンボールさえ手に入ればザコなどと遊んでいても意味はない。これで俺はフリーザに代わって全宇宙を支配することができる。永遠の命を手にするのだ。7個全部揃うもんか。頼むぞ、ご飯。
ベジータに見つからないように帰ってきてくれ。クリリンさんたち大丈夫かな。早く戻ろ。敵に見つからないように気をつけなきゃ。もっと急いだ方がいいかな。星が4つ。僕の帽子についてたドラゴン。何かベジータ、急いで隠れなきゃ。どこかに隠れられそうな場所は。ん？前方に強い戦闘力が突然、いや、気配が消えた。バカな。何者だ。さっさと姿を見せんと、この辺り一帯を吹っ飛ばすぞ。ほう、カカロットの息子か。ドラゴンボール、まさかそいつは。プレゼントされたんだ、貴様の仲間のツルツル頭にな。お前クリリさん殺したな。そうしてほしいんなら今から引き返して殺してやってもいいぞ。え？感謝しろ。すべてのドラゴンボールが集まった祝いに生かしてやった。すべても？あ、その手に持っているのはなんだ？え、これは時計だ。そんなでかい時計しか作れんような科学力でよくこんな星まで来れたもんだぜ。ところで、カカロットの野郎もここに来ているのか？来てないよ。そうか、そいつは残念だったな。地球に戻ったらカカロットのやつに伝えてくれ。今度こそ必ず貴様と地球を吹っ飛ばしてやるってな。助かった。クリリンさん、ご飯。クリリンさん、これ見つけたんですよ。やったぜ。そいつを待ってたんだ。ご飯くん偉い。実はさっきここがベジータに見つかったんだ。急いでこの場を離れないと。大体はわかります。僕もベジータに見つかっちゃって。え、このボールはなんとか隠したので見つからずに済んだんです。お前もラッキーだったんだな。とにかく急ぎましょうよ。ない、バカな。あの崖にあった場所はここと地球人のいたところの直線上だった。しかし、ボールをどうやって探し、あのガキが持っていた機械、あれは時計じゃないな。あのガキども、舐めやがって、許さんぞ。くそー、消えやがった後か。地球人どもめ、生意気な真似をしやがって。奴らもこっちの持っている6個をいつか必ず狙ってくるはずだ。その時こそ覚えていろよ。